タロのファイナルファンタジー実況プレイパートラストかな、まあ26ですけど始まります。最終回になると思います。クジャ、よく来たね。このクリスタルの記憶から僕が作り出した4つのカオスを倒してきたと。でももう遅いよ。見るんだこの空間を、この美しいクリスタルを。全ての始まり、最初のクリスタル、ここから全てが誕生したんだよ。そう、これが粉々に砕け散れば全てはなくなるんだ。ガイアもテラも宇宙も、そして君たちの命も記憶もね。黙れ。自分の勝手な理屈だけで世界をめちゃくちゃにしやがって。てめえだけは絶対に許さねえ。今ここで蹴りをつけてやるぜ。ふふふ、僕を倒したところで今やガーランドの手を離れた2つの星の運命は変えられないよ。イーファの木が暴走を始めてテラと融合を開始したガイアはめちゃくちゃになるだけさ。もちろん君も君たちの仲間も全てね。さあどっちがいい。てめえを倒しても融合した星は残るんだ。わずかな希望がある限りまだやり直せばいい。自分勝手な理屈で関係ない人間まで巻き込むな。ふふふ、自分の存在しない世界に一体何の価値があるというんだい。うわ、いい言葉ですね。この言葉すごく好き。いいね。そんなに死に急ぐのなら最高の遊び相手を紹介してあげるよ。あ、これ連戦か。これ連戦だったか。倒せるかな。連戦だったかこれ。やばいの来たー。見るからに凶暴そうなの来たー。見るからに買えなさそう、家で買えなさそうなやつ来たー。見るからに寝てよ来たー。うわー、やば、えぐ。えぐみ。やばい、死ぬ。よいしょ。よいしょ。終わっちゃった。くっ、デスゲーズがやられるとは。どうやら本気で僕を倒すつもりだね。ふふふ。あ、回復させてくれるんだ。やばめ。カオスに続いてデスゲーズまでも。僕の命もあとわずかだ。君たちを道連れにしてあげよう。そして何もかもなくなるがいい。すごいすごい。おわー、いやこの音楽本当にかっこいいよ。いかつ。始まりました、リフレク。この音楽たまんないんだよ。うわー、どうなってんの、どうなってんの。やべー、やっぱこれ死ぬ。死んじゃうかな。生きてる。
終わっちゃった。くっ、僕はどうせ死ぬんだ。死ねばこの恐怖からも解放される。でも僕一人では死にはしない。君たちも一緒に連れてってあげるよ。アルテマ。うわー、どへクリスタルは、みんなは、ここはどこなんだ。ここはお前たちの世界とは別の次元。そして私は永遠の闇だ。誰だ。恐怖は生きる者がこの世に生を授かった時から、それら全ての心の中に例外なく存在している。生きるということは残酷な行為。お互いを排除し、自らの生のために命を奪い合う。そして生きることは不安、苦悩、いつかは死ぬという恐怖を、常に抱えているということ。逃れることのできない死に近づき、気づき、それに打ち勝つことができなかった時、恐怖は目覚める。死への恐怖は恐れるほどに増大していき、やがて死を認めたくないという苦痛を与え、生命への憎悪、生きる者への嫉妬へと変化していく。増大した死の恐怖を止めることはできない。救うことができるのは全ての破壊しかない。自ら生み出した恐怖に負けたクジャは、全ての源たるクリスタルを破壊することで、自らも自分も救われるという結論に至った。何寝ぼけとこ言ってんだ。そんなことは言うわけじゃないか。お前こそ自分の存在力が欲しかっただけじゃないのか。その瞬間答えは出た。この宇宙に存在する全てのものの目的は滅びるためだけにあるということが。私は誰かがその答えを導き出すのを待っていた。答えが出た以上、この世界をこのままにしてはおけない。おい、俺の質問に答えろ。私の役目は一つ。何も生むことのない、何も進化することのない、クリスタルすら生まれることのない無の世界に全てを返すこと。何もなければ恐怖する必要すらなくなる。それはお前たちが真に望む世界。勝手なことばっかり言いやがって。生きる希望がある限り全てをなくすことなんてさせないぜ。それがほんのわずかな希望だったとしてもな。苦しみながらも生きていこうとするのは、生きる希望という不治の病に侵されている証。そしていつかは恐怖に屈し、クジャのように破壊の道を選ぶ。つまり全てを破壊するために進化しているに過ぎない。破壊のために生まれてくるのなら、初めから存在しなくても同じこと。全ては矛盾でしかない。自ら出した答えを否定する必要はない。全ては真理であり、無こそが全て。無に帰り、逆らうことはない。それが生きる全てのものの願い。そうはさせないぜ。俺たちがお前を倒して、それが間違いだってことを証明してやる。そして恐怖に打ち勝ったことが記憶になり、次の世代へと受け継がれていくんだ。うっ。だからここで倒れるわけには、お前なんかに負けるわけにはいかないんだ。だからみんなの力を、今こそみんなの力を合わせるんだ。もし俺たちが力尽きたとしても、終わってしまうわけじゃない。俺たちのことを記憶している誰かがいる限り、その記憶と命は永遠につながっていく。それが生きるってことだ。このメンツでいくか。無事に帰れたらみんなに美味しいもの作るあるよ。何もできなかったけど、僕の力をあげるよ。この私の願い、竜の魂ごとお主に託したぞ。時間間に合うかな。小さいけれど私の力を受け取って。
これ1時間で間に合うかな、エンディングとかいろいろもろもろ。これパート2になるかもしれないですね。ラストラストだけ恐怖だかなんだか知らないが、負けるわけにはいかないんだ。みんな行くぜ。まさかのクジャじゃないっていうラスボスがね。いやいやいや、顔面ペプシマンやないかーい。いかつこれがラスボス。顔面ペプシマンやないかーい。うわー、ラスゲー始まった。青の衝撃やば。やばい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 、死んでまう死んでまう。多分これスタイナーが死ぬ。やべやべ、やばいな。スケールが大きいな。あー、なんかわかんないけどスケールがでかい。あ、エイコが固まってる。終わっちゃった。なぜ自らの答えを認めようとしない。生きる意志とはかくも強大なものなのか。リメイク版初めてしましたけど、めちゃめちゃ画質ええな。うわー、こっから先はエンディングなんで、僕はあんまり僕の言葉を喋らずに、ちょっと物語をちょっと読んでいきますね、静かに。だがこれが終わりではない。私はいつでも復活する。この世に生あるものと、そして死が存在する限り、わあ、おお、だが大丈夫か。ええ、でもジタン、あれを見て。クジャが言ってた通りだ。イーファの木が暴走を始めたんだ。どうなってしまうの。ここもヤバくなるぜ。かといって、あの爆発では生きては。そんな。隊長、待って、みんな生きてるわ。どの方向か分かりますか。あっちよ。ヒルダカルデが一番近いですね。そこの背の高い方。ハーゲンであります。大至急ヒルダカルデに回線を開いてください。了解であります。
あれでは助かるまい。首都太鼓様、レッドローズから更新の要求が来ております。受信して主回線につなぐのじゃ。こちらレッドローズ、みんな来てるわ。誰が喋っとるのじゃ。私はミコト、みんなはあなたの船の真下あたりにいるわ。なぜそこまで教えてくれるの。あの人が。あの人、とにかく直ちに降下するのじゃ。間に合うかな。ヒルダカルデ3号、まさかシュドのおっさんが助けに来たんじゃ。おっさん、おお、無事じゃったか。さあ早く乗れ、ここも時間の問題じゃ。時短生きるんだ。ち、余計な心配しやがって。どうしたの時短。みんなと先に行っててくれ。俺にはまだやらなきゃいけないことがあるんだ。え、あいつまだ来てるんだ。そんな、時短何をしておるのか。スタイナー、ダガー頼む。なんと、それはどういうことだ。クジャがまだ来てるんだ。このまま放っておくわけにはいかない。それは二人が同じテラのものだからなのか。そんな理由じゃないさ。あんなやつなんてほっとけばいいじゃない。早くしないと巻き込まれちゃうわよ。ああ、確かにあいつは俺たちを道連れにしようとした。そしてこの世界をめちゃくちゃにしようとした。それは許されることじゃない。だけど俺がもしクジャだったとしたら同じ行動を取らなかったとは言い切れないんだ。それに助けられるかもしれない命をこのまま放っておいていいっていうのか。誰だっていつかは死ぬとはいえ、自ら死を選ぶ必要はないだろう。確かに時短の言う通りかもしれない。ある。でも今は自分の目に危険が迫ってる。あるよ。それでも俺は行くぜ。しかし誰だって一生のうちで一度は決断しないといけない時があると思う。俺にとっては今がこの時がそうなんだ。例えばビビが自分の真実を知った時、その現実を受け止めて生きようと決めた。これはビビにとってはすごい決断だったと思うんだ。そんなことないよ、ジタン。僕そんなに深く考えてたわけじゃ。ビビ、そう思ってなくてもみんなお前に教えられてきたんだ。少なくとも俺はお前から生きることの大切さを学んだと思ってるぜ。ならばお主一人で行かせては竜騎士の流すたるな。弱気を助けることもまた騎士道。時短よ、力を貸すぞ。おいおい、勘違いしないでくれ。俺にとっては今回がそうなだけで、みんなが同じタイミングじゃないんだ。二人ともブルメシアやアレクサンドリアのためにこれからしなきゃいけないことがあるだろう。それはそうじゃが。それに、一度そう思ったらそう簡単な自分の考え方を都合よく変えられない性分なんでね、だろう。本当にお前はバカなやつだ。こいつがここまで言ってるんだ。もう何を言っても無駄ってもんだぜ。何をしておる。早くちゃんと巻き込まれるぞ。悪いがお酒に乗らせてもらうぜ。あいつの言う通りさ。さあもう時間がない。みんな生き延びてくれ。ジタン絶対死んじゃダメよ。英子は絶対に許さないからね。私、世界の美味しいものをまだ食べ尽くしてないある。すべて食べるために時短の力がまだまだ必要あるよ。お主の性格を分かっていると思ってたが、ここまで自分に馬鹿正直とはな。また会おうぞ。時短、生きるって難しいことだね。僕、また一つ大事なことを覚えて。時短。姫様、時間が。分かってるわ。だが、いや、王女様、あなた様を誘拐するお約束は残念ながらここまでです。私めの勝手な勝手をどうかお許しくださいませ。いいえ、私にはその申し出を断る理由などありませんわ。それに私の方こそあなたにお礼をしなくてはなりません。あなたに誘拐していただかなければ、私は自分一人では何一つできないつまらない人間のままだったでしょう。でもあなたと出会っていろいろな世界を巡り、いろいろな人々と出会い、いろいろなことを学ばせてもらいました。
時には大変なこともありましたが、本当に大切なものが一体何なのかを知ることができたように思います。これまでの長い道の思い出は、長い旅の思い出は何者にも変え難い宝物となるでしょう。本当に本当にありがとうございました。でもお願い、必ず帰ってきて。クジラ聞こえるか？助けに行くから待ってろよ。今ならまだ間に合う。僕のことはいいから早く逃げるんだ。うだうだ言ってんじゃねえ。いいからそこで待ってろ。ふ、僕には君の考えが理解できないよ。それじゃあ行くとしますか、ジタンさんよ。助かったのか。まだ漏れじゃうまく回転決められたのに。おい、生きてるか。時短か。逃げろと言ったのにどうして来たんだい。誰かを助けるのに理由がいるかい。他の仲間は脱出したんだね。ん？ああ、やっぱりお前の仕業だったのか。ふふ、それはよかった。次は俺たちが逃げる番だ。早くしなきゃまずいぜ。君たちを道連れにしようとした僕に生きる資格なんてないよ。僕は全てに負けた。もうこの世はいらない存在なのさ。この世にいらない存在なんてないさ。それにお前は俺に逃げろと言ってくれたじゃないか。君たちとの戦いに敗れて僕は失うものがなくなったんだ。その時生きるということの意味が少し分かったような気がしたんだ。ふふ、でも遅すぎたようだね。あ、クジャが。ん？おい、クジャ、寝てる場合じゃねえだろ。あ、
あなたのしたことは正しいこととは言えなかったわ。けれど、あなたは私たちにたった一つだけ希望を与えてくれたの。たとえ作られた目的が過ちだったとしても、それを克服した生命が生まれたってこと。私たちはその記憶を絶やしたくないと思った。そう思うのは不自然なこと。私たちは信じたいの。私たちがこの世に生を受けたことは決して間違いじゃなかった。そして月日は流れた。ここからビビのね、回想になっていきます。ここがアレクサンドリアか。もたもたしてんなよ。あ、お前ビビじゃないか。ビビだって。気安くその名前を呼ぶな。何言ってんだ。あれ、俺だよ、パックだよ。忘れたのか。パック、あれ、パックってブルメシアのパック王子。おいおい、何言ってんだよ。ビビじゃなかったらお前は誰なんだよ。俺はね、ビビの子供さ。ヒヒー、ビビがいっぱいいた。毎日ジタンのことを話したんだよ。僕たちのとても大切な人がいたって。生きてることの大きさを、なんたらを見えない。早かった。そろそろだな、フライヤー。はい、アレクサンドリアでみんなと会うのが楽しみです。出発する前に少し休もうか。いつになるだろうか、この国に再び活気が戻るのは。フラットレー様と一緒ならば、ね、1000年かかろうとも構いません。そう、私もだ、フライヤー。フラットレー様、生きていてくれてよかった。思い出なのをまた作り直せばいい。いい言葉だ。生きるってことは永遠の命を持つことじゃない、そう教えてくれたよね。助け合って生きていかなきゃ意味がないんだって。この日後も別れの時が来たか。私の思い出はこのセーブ・ザ・クイーンと共に。私の使命は終わった。さらばアレクサンドリア。別れることは決して悲しいことじゃないよね。離れていても心が通じ合ったよね。そんな大切なことを教えてくれたんだよね。よう。ねえ、アレクサンドリアに行くってどういう風の吹き回しよ。お前は行かないのか。そんなこと言ってないじゃない。ちょっと待ってよ。僕が何をするために生まれてきたのか、僕が一体何をしていきたかったのか、そんなことを考える時間を与えてくれてありがとう。味だけいいのが本当の料理じゃない。あるね。心を込めて作ることがとても大切。あるね。料理長になってる。大切な友達に出す料理はなおさらあるね。好きなことだけをやり続けるっていうのは実はとても難しいことなんだよね。みんなとても偉かったんだなと思ったよ。早く行かないとお芝居が始まっちゃうじゃない。はは、そう焦らなくてもいい。劇場程度ならあっという間に追い越せるぞ。わしの作った新ヒルダガールデンならばな。何言ってるのよ。な、その新しい劇場でも早く。ん？だって、おはん、お父さんじゃないの。エコ、今なんと。あなた、やっと私たちのことを本当の親のように。お父さん、お母さん、早く。
もう一度呼んでくれ。お父さんになったんだね。ここにもらったんや。孤独を感じた時にどうすればいいのかなんて、それだけは教えてもらえなかった。本当の答えを見つけることができるのはきっと自分だけなのかもしれないね。待て、ベアトリックス。どこへ行くのだ。どうか理由は聞かないでください。理由など聞きたいのではない。つまりその自分はもう二度とお前を失いたくないのだ。スタイナ、これからも一緒にガーネット女王をお守りしてほしいのである。ああ、向かってった。ベートリクスが向かってった。僕、みんなと巡り会えてとても嬉しかった。もっと一緒に冒険したかった。だけど別れる時は必ず来るんだよね。そう、ビビはもうあれなんですよ。本当にね。ね。メラ、もうすぐ到着するぜ。久しぶりだな、アレクサンドリアは。そうっすね。今度の舞台も頑張るし。うちも頑張るで。頑張るずら。みんな、ありがとう。さようなら。ビビはね、亡くなっちゃったんですよね。僕の記憶を空へ預けに行くよ。いよいよ劇場艇が到着するのね。懐かしいわ。またみんなと会える。でも、もうあの日々は二度と帰ってこないのよね。だからもう泣いてばかりいられない。涙は勇気に変えて、さて、お祭りの皆様、今宵我らが語る物語は遥か遠い昔の物語でございます。物語の主人公であるコーネリア姫は恋人マーカスとの仲を、早いんだよ、一度は城を出ようとする決心するんですが、今宵のお話はマーカスとコーネリア姫が駆け落ちの決心をするところから始まります。それではロイヤルシートにおられますガーネット様も、スタイナー様も、ベアトリック様も、そして貴族の方々も、屋根の上からご覧の方々も、どうで手にはどうか厚手のハンカチをって言ってたね。早すぎて読めない。マカ様、会いたかった。私はあなたがいないと生きていけません。姫、私のような下世なものと結ばれても果たして幸せな人生が送れるのかどうか。もう姫と呼ばないで。マーカス、あなたは王女という身分である。私を、いいえ、そんなはずありませんよね。王女という身分が結婚をするのなら、私なんてただの人形にすぎません。人形が笑うでしょうか、人形が泣くでしょうか。私は笑ったり時には泣いたり、そのような飾り付けのない人生を送りたいのです。仮面をつけた人生など送りたくもありません。そこまで考えていてくれたとは。あなたが王女という身分を脱ぎ捨てるというのなら、私は愛という衣であなたを包んであげましょう。もう私はあなたと離れることはできない。どうか私をあなたという籠の中に入れておくれ。そうだ、明朝一番の船で旅立とう。ええ、私はどこでも連れてって。もちろんだ。たとえ雨が降っても嵐が来ても。ああ、どうしてこんなにも甘く悲しい恋がこの世に存在するのでしょう。好きな人と一緒にいたい、ただそれだけなのに。そんなことされたらまた戦争が起こっちまう。悪いが、お前たちを一緒にはさせられないな。いや、あんたコーネリアさん。え、そうですけども。マーカスってやつを知ってるかい。マーカスがどうかしたのですか。それがな、うっ、
約束の時間はとうに過ぎたというのに。コーネリアは来ない。そろそろ船出の時間だ。あんただけ船に乗ればブランクの言った通り二つの国は平和になるかもしれない。どうするマーカス。あの人は私がいなければ生きていけぬと言った。東の空が明るくなった。太陽は我らを祝福してくれなかったか。私たちはあの鳥のように自由に翼を広げることすらできないのか。マーカス、これ以上待てないぜ。出航だ。私は裏切られたのか。いや、コーネリアに限ってそんなことは。マーカス、信じるんだ。信じれば願いは必ず叶う。太陽が祝福してくれるなら二つの月に語りかけよう。おお月の光よ、どうか私の願いを届けてくれ。会わせてくれ、愛しのダガーニ。必死に涙をこらえてます。僕は今必死に涙をこらえてます。ペンダントなんてどうでもいいみたいな。素敵じゃない。いや、いいゲームだったな。本当に何回してもいいゲームだ、これは。日々は二度と帰らない。
ああ、神ゲーでしたね、皆さん。神ゲーでしたね。いやー、割れました。神ゲー最後喋んなくてよかった。もう、べちゃべちゃ喋ってたら、ちょっともうちょっとタバコ持ってきます。でしたね。本当に神ゲーでした。本当にね、いつ段階してもこのエンディングはいいエンディング。本当にね、これプレイステーション版のゲームとはもう思えないクオリティっていうか、もうこれが RPG なんだなって。このローリングプレインゲームっていうか、このもうストーリーがいいってファイナルファンタジーはやっぱり言われるでしょ。本当にストーリーがいい。で、このファイナルファンタジー9はこの原点回帰って言われてて、9になって原点回帰してクリスタルの物語をなぞってやられてたんですよね。このなんて言ったらいいんだろうな、もう語彙力がなくなるぐらいいい映画でした。映画ゲームでした。いや、本当映画って言っても過言ではないぐらい濃い、そしてなんか愛らしいキャラたちと、なんか本当に思い出します。子供の時僕は本当にね、いいゲームと生きてて知り合えたなと思います。やっぱ僕はね、このゲームはやっぱり一番ベスト3にやっぱ入るんですよね。もう下手したら1位に入るゲームです、僕の中で。やっぱり、今回はね、サクサクプレイで敵外にダンジョンにモンスターが出てこないのと、攻撃力が9999っていうこのストーリーだけを終えるような設定でやってたんで、すぐに終わりましたけど、昔はこういうのなくって自分でレベル上げして戦ってたんですよね。けどそれをした方が物語が入り込めるっていうのもあるんですけど、やっぱ実況するとなるとね、とてつもなく時間かかっちゃうんで、本当にいい機能を作ってくれました、スクエアエニックさんは。本当にいいゲームでした。本当にすごいです、このゲームを作るって。本当すごいこと、2000年に。本当にすごいことですよ。こんなね、作れないですよ。こんないいシナリオと音楽と、そしてこのビジュアルもね、なんか原点に帰った絵本のような見た目で、本当に良かったです。いいゲームでした。皆さんありがとうございました。次回は、またなんか違うゲームをやろうと思います。またなんか今度はね、またいいゲームやりたいですけど、今度はプレイステーション4のゲームをやりたいです。だってこれプレイステーション1ですからね。すごいね。本当に。ありがとう。それでは、長くなりましたけど、皆さん、チャオ。ありがとうございました。